岸田総理大臣は新型コロナウイルスの5類への引き下げに伴って飲食店への協力金などが不要になるためコロナ対策費の一部を防衛財源に活用する考えを示しました。飲食店に対する協力金等の給付あるいは補助、これは不要となります。不要となった個別のコロナ対策費はこの決算剰余金となるものがあった場合、これは防衛財源として活用されることが想定をされます。岸田総理は31日の衆議院予算委員会で5月8日から新型コロナの感染症法上の分類を5類に引き下げる際、コロナ対策費に決算剰余金が生じれば防衛財源に活用する考えを明らかにしました。政府は防衛費の増額に伴い2027年度以降に毎年必要となる4兆円の追加財源のうち3兆円を決算剰余金などで賄うとしています。